ヨーロッパアマツバメは、アマツバメメアマツバメカに分類される鳥類の一種。ツバメや、西岩ツバメとよく、似た外見の小さな鳥である。しかしこれらスズメメの鳥と違って、アマツバメカはアマツバメメに分類されている。似たような生態のため、修練進化してきたと考えられている。学名のアプスは、ギリシア語で、足がないという意味を表すアルファパイウプシロン、という語に由来する。 この鳥は、足が、とても短く、垂直な面に立つ時にのみ足を使う。地面に降りることは滅多にない。ヨーロッパマツバメも渡り鳥であり、夏場は、グレートブリテン島や、北ヨーロッパで、冬場は南アフリカで過ごす。時に森林に住むこともあるが、市街地で生活するのに適応しており、ビルのくぼみや窓の下、煙突など、どこにでも巣を作る。 毎年同じ場所に戻ってきて必要であれば巣を作り直す。気候が悪くて餌の虫が取れないとき、ヒナは自らの体温を下げて冬眠状態になることができる。ヨーロッパマツバメの体長は16の17センチメートルで全体的に黒っぽい茶色をしており、喉には白か薄い灰色の部分がある。短い音、三日月やブーメランの形をした長い翼を持つ。 鳴き声は叫ぶような大きい音であり、メスは高い音、オスは低い音を出す。夏の夕方には10から15体が集まって輪になって飛び、お互いに泣き合う、スクリーミングパーティーと呼ばれる行動が見られる。表記に中央ヨーロッパに住んでいたものは、エパラパスという亜種に分類される。マートレットとして知られる鳥の模様は、しばしば紋章に現れている。これは、 足のない鳥として描かれることから、ヨーロッパマツバメを元にしたと考えられる。この紋章は主に次男の武器に描かれたが、この鳥が常に定住せずにさすらっていることを象徴しているのかもしれない。ありがとうございます。